誰さん好き？あ、夢か。あ、ヘタレさん好きだから。あ、ヘタレさん好き。ねえ。私真面目に好きです。あ、ヘタレさん好き。ああ、夢だったのか。科学的根拠ないけど夢か。ああ。はあ。はあ。よっこらせ。ああ、クリスマスなのに全員男か。ヘタレコちゃんは一応女性だよ。何か夢よ。はい。ねえ、ねえ、呼んだかしら。どうも。ああ、クリスマスなのに最大連中ばっかだわ。俺はモテるけど女作らねえだけだからさ。僕はリアルにモテないよ。僕も真面目すぎてモテないんです。イエリイエリ。とりあえずみんな約束したプレゼント交換やろうよ。あるよ、買っちゃった。秋葉原でやろう。売り向きを買ってよ。なんか切ないです。ちょっと待って、ヒップホップボールプレゼントは嫌だからね。とにかくやろうぜ。開けてみようか、みんな。何これ、ギャングスターのバンダナ。古いな、今時。お前ディスってんのか。いや、嘘。オタクビーボーイのメガネ。ヘタレ君のジャニーズグッズじゃねえかよ。真面目ビーボーイの紙とペンじゃねえかよ。真面目すぎだろ。謝罪します。ひねくれ君からはただのハサミだよ。ちょっと何これ、ヘタレのキャップじゃ。これかっこいいと思うけどダサいかな。私 B ボーイがこの世で一番嫌いなの。どこの女の子も B ボーイ大嫌いよ。俺これいらんねえ。ゲイゲイゲイ。はい。私これ二度も見たくないわ。こんなキモい帽子外に投げてやるわ。前田さ、パーティーに行って、ね、なんか B ボーイみたいな人いたんだけど、超ダサかった。なんかすごいってなった。めっちゃ嫌だって。なんか本当にやるんだけど、どうしよう。うわー、クリスマスに B-boy のキャップが降ってくるって最悪。ちょっと不気味だから帰ろう。 What's going on right here? よ、この帽子欲しい人がいたらコメントしてくれよな。ヘタレ B-boy がニューヨーク行って買ってきたやつだよ。どんだけ欲しいかってことをコメント欄に書いてね。そしたら私たちが勝手に選ぶから。いいなと思ったコメントを1個だけ選んで、年内中にパーソナルメッセージを送るからね。たくさんのコメント待ってるよ。